はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今回もね、あの100均でいろいろ買ってきたんでご紹介いたしますね。 LR44 のね、ボタン電池2個でね、100円になりますね。個人的にはね、100均で一番買いたくない商品なんですけどね、本当は。まあというのはね、まあ、あの100均の商品買うとね、ボタン電池が 2,3 個入ってるものもあるんでね、まあなんかバカらしいかなと。まあ電池だけ買うんであればね、もういらなくても本体込みのやつね、買ってしまうんですけどね。まああのこの調査としては、まあテスト電池じゃないんで、まあフル充電されてるいうことですね。というんでね、まあ日本製のね、いい商品に使うんであればね、まあ最初からこの皿のね、バッテリーを使うようにしてるんでね、まあ仕方なく買ってきてますね。まあソーラー付きの計算機になりますね。まあちょっとね、昔のポケットコンピューターをね、ちょっと連想したんでね、買ってきましたね。ちょっとデザインが良かったんでね。これはね、電池が交換できるようになってますね。まあこうフィルムをのけるんですけどね、まあ中にね、こういう形で電池がね、入ってましたね。まあ LR のね、1130がね、1個入ってますね。まあこのソーラーパネルでね、電力が追いつかないんでしょうね、多分ね。というんで、まあ電池交換がね、必要なタイプになりますね。まあこれあくまでもね、補助みたいな形でしょうね。まあこれはね、タッチもいいんでね、それなりにまあ使えそうですね。刃先のね、先端がね、こういう形でカーブしてるピンセットですね。材質はね、ステンレスになりますね。まあウッドのね、まあサイズ 4.5 の、まあクリップと申しますかね、洗濯バサミミニになりますね。36セットですね。こういうね、お菓子関係のね、まあクリップにね、買ってきましたね。今まではね、ダイソーでしたけどね、この2点はセリアになりますね。これはね、サイクリングライトですね。まあセリアのはね、高高度の LED が一灯タイプなんですね。で、まあダイソーのはね、従来の LED がこれ5個なんですよね。一応ね、このハンドルバー固定金具とね、ライト本体が離れるようになってるんですけど、ここのね、爪がね、本体にこう入り込んで、のかないようになってるんですけどね、これをプッシュして前に引っ張ると、のくいてね、説明書書かれてるんですけど、この爪がね、本体に入りすぎてね、これ押しただけではね、のかないんですよね。というんでね、これちょっと、マイナスのドライバーを差し込んでね、やってやると、のくんですけどね。こういう形でね。電池をね、交換するときにはね、このアイマークがありますんでね。まあ、最後は入れたときにはこのアイマークをね、合わせるようにしますね。というんで、まあ、左回しで、のきますね。こういう形で出てきますね。まあ、単4電池がね、4本になりますね。これがね、高高度の LED 1灯ですね。あとこれ、ちゃんと抵抗入ってますね。で、まあ、スイッチですね。こちらがね、ダイソー製品になりますね。これも一緒ですね。全くね、同じですね。まあ、このテープはね、後で自分で巻いてるんでね、これはね、こういう形でテープ巻かれてませんのでね。まあ両方ともね、
点滅もついてますね、こういう形でね。これはね、この間買ったね、光がこう絞れるやつのタイプになりますね。まあ電池4本でね、抵抗がちゃんと入って作られてるんでね、まあ電池の持ちはね、いいんじゃないかなと思いますけどね。やっぱりある意味まあ抵抗なしで電池3本でむちゃくちゃこちらやってますんでね。まあこちらの方は電池のね、持ちが非常に悪いですね。でも明るさはね、やっぱりね、抵抗なしの方がね、断然明るいですけどね。こういう形でしょうかね。これはね、屋外用強力透明補修テープになりますね。透明タイプ、30ミリの幅の長さが 1.5 メーター。まあこういうね、傘とかね、破れた時に修理できるみたいですね。カッパとか、あとゴム手ですね。こういう形でね、入ってますね。まあ指先の感触はね、結構ひっつくなと思いますけどね。こんな感じでしょうかね。まあね、傘の修理ぐらいはできそうな感じですね。本日はね、以上になります。ありがとうございました。失礼します。